94年の4月に菅さんを支える会を立ち上げまして、それから16年間本当に多くの方たちが菅さんを一生懸命支えていただきました。先ほど基調講演をしていただいた鈴川弁護士と同時にですね、1年間の足利事件弁護団に加わり、以降弁護団の一員として